ホイップクリームクリームは脂肪とタンパク質が濃縮した白色や薄黄色の濃厚な液体原則として牛乳成分に由来する商品である。父等症例は生乳、牛乳、または特別牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去し乳脂肪分を18.0%以上にしたものと定めている。生乳や牛乳を分離して取り出した乳脂肪のみ を原料とした種類別クリームと表示される省令状のクリームを一般に生クリームとして扱う。商品名でスミオなどと表記するものもある。用途目的で脂肪分により18から30%のライトクリームはコーヒー用、30から48%のヘビークリームはホイップ用に分類される。イギリスは脂肪分により 18%のシングルクリーム、48%のダブルクリーム、55%のクロケットクリームなどに分けている。乳脂肪に添加物や植物性油脂などが加えられたものは、名称、乳または乳製品を主要原料とする食品となり、以下のようなものがある。これらホイップ溶性クリーム代替製品は、ホイップクリームと呼ばれ、ホイップ用、フレッシュなどの表記で販売されている。 日本では植物油脂を利用した代替品が広く用いられ、アメリカでもクールウィップをクラフトフーズが販売しており、泡立ての必要がなく、ホイップ状態が長期間持続する簡便性から広く普及している。製品中の乳脂肪分は風味を濃厚に、植物性油脂は口溶けを軽快にさせる。クリームを泡立てたものをホイップクリームと呼び、泡立て器や、 ハンドミキサーなどを用いて作る。シャンティークリーム、クレームシャンティーなどとも称される。乳脂肪はバターに見られるように低温で、固体だが、摂氏30度前後で溶解が始まり、有点以上になると流動性が高まり形成された。泡が崩れやすくなるため、冷却しながら泡立てる。攪拌しすぎると、バターと乳製に分離する。工業的には、 ア酸化窒素や二酸化炭素を添加して製造する。生成していない土を加熱殺菌した後放置、冷却してクリームを上層に分離させる。工業的には遠心分離器を用いて製造される。牛乳からはそれほど取れないが、牛乳よりも乳脂肪分の多い水牛乳からは多く取れる。水牛乳のクリームはナイフで切れるほど濃厚で、トルコ語で開幕と呼ばれる。 中東はデザートに添えるクリームには、水牛乳のクリームが好まれる。なおいずれの場合も乳脂肪分の高いクリームをそのまま、加えると脂肪分が分離することがあるので、乳脂肪分の少ないものを使うのが好ましい。よくあるご質問、ホイップクリームについて、生クリームとの違いは、株式会社モンテール、アサンカチッソの食品健康影響評価に関する、 審査結果についてのご意見、情報の募集結果について、内閣府食品安全委員会、2015年1月8日閲覧、文部科学省、日本食品標準成分表2015年版、厚生労働省、日本人の食事摂取基準、ハット u s d a ナショナルニュートリアントデータベース、ありがとうございます。